霊の爆弾、人を傷つけた。心得を破ったクレイはきっと明日の太陽を見れない。クレイ、先に答えてほしい。怪我人はどこにいる？ん？でも、モフモフはクレイのものを盗んだだけなのに、クレイの爆弾が。ああ、オイラが言ったアビスの魔術師は悪い人っていうのは、ただの言葉のあやだぞ。アビスの魔術師は人間じゃない。あいつらは、そうだな、人類と敵対する悪い奴らだ。モフモフは、人類の敵？悪い奴？わかんなくなってきちゃった。これは私のミスだな。クレイはまだ幼いからこういうことを教えていなかったんだ。アビスの怪物どもはモンドの脅威であり、とりわけ最近は活動が激しい。なるほど、オイラ分かったぞ。きっと奴らは宝物の噂を聞いたからクレイを狙ったんだ。オイラがクレイの宝物を手に、何なのか知りたかったみたいに。じゃあ今回の手柄に免じて、今度のバドル同祭の参加を許可する。バドル同祭、やったー。お姉ちゃんも絶対お祭りに来てね。ふう、うまくまとまったみたいだな。しかしクレイ、その宝物をどこに隠していた？聞く。また星落としの湖の魚に何かするつもりだったんじゃないだろうな。違うよ。オイラたちをすっごい見てるよ。クレイ、クレイ反省室行ってくる。クレイ、一人で反省室にいて退屈しないかな。クレイは実はセピロス騎士団の火花騎士なんだ。え、クレイみたいなのも騎士なのか？だな、悔しいぞ。でもまあ、火花騎士って名前の称号ならクレイの宝物が爆弾なのもうなずけるな。ああ、トラブルメーカーな一面もあるが、騎士団のみんなはクレイのことが好きなんだ。それとクレイの生い立ちについてだが、実はまあそれは後々分かってくるだろう。その時はよろしく頼むよ、旅人。はっ！君にも風神のご加護があらんことを。誰だ？あ、パイモンちゃんの声だ。
真面目に反省してるんだから誘惑しないで。反省中はここでバドル同祭のために特別な宝物を作ってるんだ。宝物ウキウの形にしてみたんだよ。可愛いんでしょ。バドル同祭が始まったらきっとみんな気に入ってくれると思う。はあ、ジンがこの話を聞いたらきっとクレイの反省室で過ごす時間が長くなるだろうな。